はい、皆さんどうも、はじめまして、そしてこんにちは、こちらのチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。まあ、今後ですね、鉄道系の動画をこのチャンネルにたくさん投稿していきたいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録の方、そして高評価の方をよろしくお願いいたします。で、まあインスタの方も、まあ、私やっていますので、ぜひ皆さんそちらの方もご覧いただけたらと思っています。まあ僕が誰かとね、 いきなりね登場しましたんで、お前誰やと思うかもしれませんけども、まあそこはまた動画の中でおいおい、あのどこかでね、あのご紹介したいと思いますので、まずはこの後の本編をゆっくり、お楽しみいただけたら幸いです。では皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもこんにちは、久々の約2年ぶりとなります新大阪にやってまいりましたよ。いやまたこの地にね戻ってくるとは思いませんでしたけども、まあ、2年前に来た時はまあほぼ団体行動でしたから、こうやって自由にね動画撮ることもできませんでしたが、まあ、今回ばかりはですね、あのもう自由団体専用、あの団体行動じゃありませんから、もう個人単独行動ですから、いや嬉しい限りですけども、まあ、つい先ほど特急サンダーバードに乗ってきましたが、これから新神戸まで行きたいと思います。まあ、なんか気分的にちょっと兵庫県に行ったことがなかったので、行って、あ、 N700S が回送だね。で、新神戸まで、まあ、全部の列車が止まりますから、今止まっているこの N700系のこれは JR 九州のやつだから、8000番台かな7000番台か、ちょっとどっちか忘れちゃいましたけども、この8両編成に乗ってってもよかったし、普通に、まあ、普段東海道とかで乗っている N700系系統でも良かったんですが、まあ、せっかくなんでこれに乗りたいと思います。はい、あの700系光レールスターで使っている、あの700系の車両ね、8両編成、これから乗りますのは、こだま869号、20時29分の新山口行きです。これに乗りまして新神戸まで行き、この新大阪、面白いところは管轄はほぼ JR 西日本ですが、新幹線は JR 東海なはず。面白いですよね、東京駅の東海道新幹線も JR 東海が管轄ですが、まあ、メインは東北、広北、間違えた、 JR 東日本のね。今ドア閉まってんじゃないの、ドアを開けてください。ああ、あれか、熊本行きの桜号 R11 編成が出発。なんか R 編成って聞くと、なんかあの E3 系のね、あの小町型0番台を思い出しますけど、E13 編成って、このね700系光レールスターの車両、まあ古いじゃないですか、もういつ引退するか分かんないんでね、いやこのタイミングで乗っといて、もしかしたらこれがもう僕にとってのラストランになるかもしれませんけども、たった15分ぐらいの一区間、まあ乗っといて損はないでしょう。本当はね0系とか100系にも乗っておきたかったんですが、残念ながらまだその頃は僕ものすごく小さく幼い頃ですから、結局乗ることはできませんでした。これ自由席が1号車から何号車だろう、1号車から3号車と7号車から8号車、確か7号車と8号車がシートがね、確か座席が2列2列だったと思うんで、今20時19分ですから、まあそんな、まあ、まだまだ最終じゃないです。まあんなわけでちょっといろいろ話しすぎましたが、どうぞ皆さんよろしくお願いします。さあ、この駅止まりの光が入線するらしいけど、今25分ですけどね、あと4分後に出発するのにまだ開かないんですよね。あ、もうそろそろ開きそうですね。あ、開きました。じゃあとりあえず新神戸まで光レールスターのこだまに乗っていきます。個室グリーン車は光の時は営業しません。あ、光じゃない、こだまの時は営業しませんね。どうしようかな、新神戸で降りるからあんまりね、あんまりその大胆に座っていくのはね、良くないと思うんですけど、そうだな、あ、ここら辺にしよっか。おいしょ、あれ自由席だよね、大丈夫だよね。なん、よし、OK。じゃあ乗っていきますけど、うわ、すげえ。さあ、車内に入りまして、この2列2列の座席に座っていきます。今回は7号車の乗車なんですけども、いやーなんか新鮮ですよね、これまで乗ったことがないこの西日本系統、いよいよ山陽新幹線にも少しずつ足を踏み込んでいきます。といっても今回は
新大阪から新神戸までのたった一区間ですけども、まあ、この列車に乗れるだけでもものすごく嬉しいところです。さあ何をしようとしているんですかね。なんか放送を聞きながらうんうんとうなずいているようにも見えますけども、スマホでも見ているのかな。うん、ちょっと何をやってんのか全然読めませんけどもまあそういうこともあるでしょうね。さあホームに響き渡るこのブーっていう音がね聞こえてきました。ちょっと各号車の端の方、もう一番後ろの席を今回は、まあ、自由席ですから、まあ、座ろうと思えば全然どこでもいいんですけども、まあ、次の駅で降りますので、まあ、なるべく、ね、あの他の人の気にならない後ろの方を今回は確保いたしましたので、この扉が閉まりましたとかね、まあ、音が聞こえるわけです。新大阪駅は日本の新幹線の駅で最もホームが多く、何個あるのかな、線路多分 7ホームぐらいあるんですかね。結構多かった印象。このね夜遅い時間とはなりましたが、無事帝国通りに新大阪駅を出発。なんか新大阪ってね言いたくなるんですけど、なんか間違って新横浜って言いそうになっちゃうんでちょっと怖いんですけども、反対側の、まあ、さらに反対側のホームには N700A のあれは小玉号でしょうかね、ちょっと出発していきます。でこのブラインドは別に使いませんけど、まあどんなもんかなと思って一瞬確認しました。なんかあそこにくぼみがありますけどね、なんかあんまああやってくぼんでるのは見ませんけども。でドリンクホルダーつったらいいですか、はい、パカッてなってるんですけど、東海道新幹線だとドリンクホルダーないんですけどね、このな、ね、この700系にはついている。その東京側の、ああ今新幹線が見えたんでのぞみ号かなと思ったら、なんかすぐ建物が遮ってしまいました。この建物は新大阪駅の西側にありまして、まあ、新幹線とかを止めておける、まあ、ちょっとした、まあ、施設備というんですか、まあ、ちょっとした、まあ、車両基地とは言いませんけども、まあそういった形で使われています。まあ、新型コロナウイルス関連で日々こうやって空調設備がどうこう、車内換気がどうこう、新幹線で窓を開けたら大変ですけども、まあ、こういうね、あの空気清浄機とかですか、まあ、いろんなものを使いながら日々換気をしているこの日本の鉄道網です。テーブルを手前に出すんですけど、見てくださいよこのテーブル、ずいぶん小さくないですか、このシートの幅に対してのこのテーブルの幅、あれーと、ずいぶんなんかコンパクトな思ってしまうところですけども、まあ僕が今乗っているこの7号車の座席は2列2列になっています。自分自身もこのね、本日も JR 西日本をご利用くださいましてとこのフレーズ聞いたことなかったんで新鮮ですし、まあ、JR 西日本車両のね、あのチャイムっていい日旅立ちじゃないですか。まあ、それは別に東海道新幹線の中でもね、普通に入れば全然聞くんですけども、大体いつもアンビシャスジャパン聞くんで、なんか新鮮だなっていう感じです。でたんたぱーんいたたたんたらららら、いいですね。どうせだったら北陸ロマンとかもまた聞きたいんですけどね。さあ大阪の景色を少しずつですがこの目に焼き付けていきたいところですが、あいにく地名とかが全然わかりません。関西の土地感があまりにもなさすぎまして、もうね昼たくさん、なんかずいぶん風情があって僕は好きですよこういう車両。ここには懐かしの電話機が、公衆電話ね、今はもうないですけど残ってはいるんですよ、公衆電話が。すごいな、さあ公衆電話を見ながら、お隣にはこのような洗面台があるんですけども、なんで手振ってたんですかね、本当に手振るならそこで喋りながら動画作れよと、なんで喋ってないのと思うんですけども、ゴミ箱もありました。全体的にちょっと照明はオレンジ的なニュアンスをしているんですけども、
そして、ね、この7号車と8号車のあたりトイレが多いですね。1、2、これ男性用のトイレで、反対側の、はい、ここに3つ目のトイレ、全部で、ね、3つあります。結構、あ、これは違いましたね、はい、多目的室でした。トンネルの中ですよ、もうここら辺。トンネルを出た先にあるのが新神戸の駅でして、トンネルとトンネルに挟まれた新幹線の通過線がない駅、まもなく到着です。あっという間だよな。であれか、 EX 予約は九州新幹線でも使えるようになったんですね。ここに書いてますよ。便利になりますね、本当に。帰り EX で買うか、チケットね。それだったらスイカでピーするだけなんですよ。あの紙の切符の管理がね、おろそかになりそうなんですよね。あのついさっき言ったサンダーバードに乗った時も、紙の切符をどこにしまったか忘れて、全然出てこなかったんでね。この列車もね、もう結構古いんで、あとどれぐらい走ってくれるかは、ちょっと定かではありませんが、まあ、タイミングが良かったので今回はね、この列車に乗ることができました。まあ、ほとんどね、もう夜遅い時間ですから映像は撮れませんでしたけども、にしてもなかなか出ないね、トンネル。さあ、着きました、新神戸。ずいぶん立派なホームドアもありますね、本当に。もう今日何食べようかな、ご飯ね。さあ、着いた。全部で8両編成ですから、ホームの中ほどに止まってくれます。16両だとあっちの後ろの方になっちゃいますからね、ちょっと大変です。これ昔はホームドアもっと古いやつでしたからね、多分ここら辺まであったのかな。ホームが広いとやっぱ安全的にはものすごいいいですよ。この上裏には確か六甲山があったかな。あんま関西のことは詳しく知りませんけども、随分なんか立派なホームドアだね、こんなでっかいホームドア。イエローライン、最高速度は時速285キロの700系です。東海道とかで走っていた16両の車両はもう引退しましたが、まだこの8両編成のは残って、まあ比較的新しいんです、こっちの方が。とは言ってももう20年ぐらいは走ってたはずですよ。ではそんなわけで、じゃあ動画終わりますんで、どうもありがとうございました。